ネットバイブス共同創業者のタリククリムとテッククランチ創業者のマイケル・アーリントンネットバイブスはウェブサービスでありパーソナライズスタートページウェブポータルサイトもしくはかつて同サービスを運営した企業多言語対応で AJAX ベース類似サービスとしてはペフレークスマイヤフーアロットドットコム、イググルマイクロソフトライブなどがある タブ構成になっており、各タブには、ユーザー定義のモジュール群を置ける。組み込みのネットバイブスモジュールとしては、RSS、Atom ィードリーダーローカルな天気の方、アイカルをサポートした、カレンダー、ブックマーク、ノート、トゥードゥリスト、複数の検索機能、POP3 と imap4 の電子メール、Gmail、YahooMail ーー、h o t AOL メールなどの、Web メール。 Box.net などのウェーブストレージ、デリーシャス、名簿、フリッカーの写真、組み込みのオーディオプレイヤーをサポートする、ポッドキャスト、その他のモジュールがある。ページのパーソナライズには既存のテーマを使うこともできるし、自分でテーマを作ることもできる。カスタマイズしたタブ、フィード、モジュールは個人的に友人などと共有することもできるし、 ネットバイブスエコシステム経由で公開することもできる。プライバシー保護のため、公開されていないコンテンツを含むモジュールは共有できないようになっている。ネットバイブスエコシステムはユーザーが投稿したモジュールや、ウィジェット、フィード、イベント、タブ、ユニバースのコレクションである。モジュールや、ウィジェットは、ネットバイブスユニバーサルウィジェット API を使って構築する。 ユニバースとは、一般公開されたカスタマイズ済みのページである。ネットバイブス社は、タリククリムとフローラン・フレモンが2005年に創業し、フランスのパリに本拠を構え、前述のインターネットサービスの運営を中心に、活動した。2012年に脱走システムズ社に買収され、提供するサービスを同社が運営している。ありがとうございます。